おもころ見るときは部屋を明るくして離れてみてね。はい、ということで始まりましたね、おもころチャンネル。何なんすか、何やらせんだよ。ね、毎回やってんだけど、うん、ね、今のでもピンときた方もいると思いますが、いるよ。今回はあ、こちら葛飾区亀有公園前派出所のオチクイズ。オチか、オチ、はい、オチね、もう皆さんご存知だと思いますが、うん、こちらね、両津勘吉さんという男性でございます。男性ですね、はい、彼がね、はい、主役を務めている漫画こち亀、うん、はい、200巻を超える単行本が出て、ね、超長寿連載漫画、はい、だったわけなんですけれども、こちらも膨大なお話があるわけですよ、うん、はい、どうでしょう。この中からお話を選んで、うん、この後どういうオチが待ち受けているか、これをちょっと当てていただこうかな。なるほど、ね、全5問のクイズ用意してまいりました。はいはいはい、ちなみに皆さん読んでますこち亀？まあ僕はちょこちょこ、まあ、ジャンプ本誌で読んでたぐらいかな。そうだよね、読んでない人はいないでしょ、さすがに読んだことないとか知らない人はいない。全巻っていうのはね、なかなかそこまででもないな、ね、初期の方とかそもそもね、まあまあまあ、世代ではないはずだから、うん、そうね、生まれる前から下手したらやってるような漫画ですもんね。わかんないかもしれない。ただまあ、うん、こち亀ってね、あのご存知の通りある程度パターンが、そう、黄金パターンが決まってたりするんで、その辺を読めば、なるほど、もしかしたら推理できるかもしれません。あるよね、型はね。はい、それではやっていきましょう。しょ、はい、でははい、第1問、はい、まずこちらのお話は、はい、ヨウさんスケへ行くという話なんです。スケールね、なんで行くんだ、はい、ある博士がですね、うん、発見したんですね、うん、月には実はダイヤモンドの鉱山があるということを見つけましたと、はい、でそれを聞きつけたリョウさん、うん、宇宙こそ人類の頑張りますよ、いい、ね、頑張りましょうということで、うん、一緒に宇宙に行きます。もうダイヤ目当てなわけで、ね、たった1ページで宇宙に行くんですけど、うん、でもすごい、掘りまくったりとかして、うん、はいはい、海外しく働くと、うんうん、さて、あれ、この話のオチはどうなるでしょう、まあ概ね合ってれば OK としましょう。あ、そう、じゃあ皆さん書けたようですので、はい、加藤さんから。ああ、私から、はい、ちょっとよく分かんなかったんですけど、まあ、ダイヤモンドごと力で砕いてしまって、はいはいはい、はい、勢いであらりゃっていう、あらら、はいはいはい、まあ、儲からなかったと、そうやりすぎて、はいはいはい、なことかなと思う。なるほど、はい、なるほど。じゃあ永田さん、うん、やっぱ話の展開上ダイヤモンドはあると思うんですよ、うんうん、実際ね、であってすげえいっぱいあるってなるけど、やっぱ重量オーバーになって、うんうんうん、もうでもリョウさん欲深いから、うん、あのでも下ろしたくないとダイヤ、うんうん、でもそのまま行くんだみたいなことになって、多分ロケット爆発とかしちゃって脱出できなくなって、はい、部長がなんかそのニュースとか月とか見上げて、うん、あのバカにはなんかぴったりだなみたいな感じの悪態をつく。え、はいはい、ヨウさん今宇宙で、ヨウさん宇宙で遭難してるのに、だから月のあの餅つきしてるウサギみたいな感じでリョウさんがなってるみたいなので、あのバカにはもうぴったりだなみたいなことを言ってる部長が地球で。確かにね、餅ついてるように見えるかもね。そう、これちょっと僕も大体同じで、僕もダイヤって締めて、うん、でも重量オーバーで、うん、捨てなきゃみたいな、うん、でリョウさんがやだーって言いながら捨てるのよ。そうだよね、捨てる、捨てたやつがこうダイヤの流れ星で、レイコ綺麗ねって。あー、すげー。で、いい感じで終わるっていうね。すごい、あー、いいね、いう感じだと思いました、僕は。レイコが出てくる、レイコが最後のコマにこうやってやって縁側かなんかにいって綺麗ねって言って終わると。はい、はい、なるほど。レイコでいい。えレイコじゃなかったら、マリア、これはやっぱこの直前のコマの、うん、博士がね、すごいパワーだと、うん、リョウさんのパワーに驚いている、うん、まあ、これがやっぱヒントですね、うん、でこの次に、リョウ強、君は強くなりすぎた。なんでなんでなんで、バキじゃねえか。なんでなんでなんで、ここでバキパロディが入ってる。いや前だよ。すごいパワーがすごすぎた。ジャックハンマーの博士、ね、ジャックハンマーの時ですが意味不明な。これやっぱり力がすごすぎて、なるほど。なんかまあおじゃんにはなるんでしょうね、きっとね。まあ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 、まあ、はい、ということで正解発表、アドリービー玉のこれ絵文字細
細かい、いいね、していきましょう、はい、この後こうなります。地球に比べクソ16 6分の1でも結構重いな、来た来た、大ダイヤ、ダイヤ運んでいくんだけど、もうちょっと出発だ、ああ間に合わん、エンジンスタートだ、ファイヤーって書いてあるということで、なんと両津は取り残され、あーそっちか、はい、やばいじゃん、ね、もうダイヤに夢中になって乗り遅れちゃうね。そして残った亮さんですが、死ぬかと思いきや他の宇宙探査隊に落とした着陸船とかを直してどんどん再利用して、サバイバル力すごい、月で生活を始めるんだ。そして、第二の田園調査隊に面白い、すげー面白い、両津不動産を勝手に作りまして、こういうマップだもんね、田園調査隊、はい、そして後からやってきた宇宙探査隊とかに攻撃をしてる、野生化してるなんか、すげー、そしてその様子が、うん、ニュースで報道されるで、心配だと無用だと言ったろう、うん、そのうち帰ってくるぞと、うん、部長が言ってですね、はい、月を独立国にして大王になりかねないの、恐ろしい、すごいスケール、はい、ということで正解は月に住みついて調査隊を襲うということで、これはでも永田さんがかなり近いんじゃないか、近いけどテレビで報道されているっていう、襲うとかまではね言ってないけど、はい、おまけで、まあまあまあ、おまけでいいっすか、1問目ということで、もう、なるほど、結構要素は合ってるんですよ、確か重量オーバーと的な反応も、重量オーバーも合ってる、いやこれは単独で永田さん正解にしましょう、うすごいな、思ってたよりスケールが1枚上手を開拓してさ、テラフォーミングみたいな話だよ、面白いよ、一人であれやってますからね、飽きれるもんじゃないよ、はい、では次の問題いきましょう、はい、なるほどね、そういうことね、こういう感じでね、考えていただければと、うん、3匹の用心棒の巻というこれはですね、結構あの序盤なんですけど、異色の回でいきなり西部劇が始まるんですね、あ、なるほど、はい、そして、まあ、中川亮子、麗子とかあと部長とかも西部劇のキャラとして登場しまして、いろいろ機関銃を普通になんか打ち合いとかを、西部劇の世界観になってるの、そうそうそう、でも西部劇の世界にはない銃を撃ってるわけだ、確かに、ね、はい、そして何かというと、まあ、カットカットとかあって、実はそういう映画の撮影用のセットがあるんですね、はい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 、何してんの、はい、で実はこういう、はい、あの西部劇が撮れる映画スタジオみたいなサービスがあって、あー、なるほど、ね、EG オーダーのビデオ映画というのありまして、これをあの書のまあ余興のために撮影していたというお家なんですけれども、さらに展開がございます、はいはい、この話のオチは何でしょう、こっから、え、落ちるの、これが何がオチなの、なんだこれ、なるほど、西部劇始まってそれが映画でした、その後、そう、これは後でだから編集してビデオにする、そうだよね、そういうサービスなんですね、はい、ではかけたということで、じゃあアルファさん、はい、うん、まあ、これ西部劇のね、うん、映画なんですけど、うん、タイムスリップして、うん、本当の西部時代にみんなが行っちゃう、はい、で、はい、映画撮ってるつもりで本人たち気づかずに、うん、こう気軽にこう街を救って、うん、後であれ本物だったんだみたいな感じで、うん、こうビビるみたいな、なるほど、すごい、ちょっとドラえもんチックみたいな、本人たちは映画のつもりなんだけど、うん、もう実はタイムスリップしてる、俺もかなり近いけど、うん、ただやっぱ初期の絵柄なんで、はい、タイムスリップまではいかないのかなと思って、やっぱ本当に銃を持った犯人が来るけど、撮影だと思って亮さんがなんかこうダメ出ししたり、はいはい、同じダメだみたいなことやって、なんか気づいたら最終逮捕できてて、はいはい、あいつ本当に犯人だったんだみたいな、はい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 、シナリオとこう合致してる、初期なんでやっぱこれぐらいなんじゃないかなと、お手柄だぞパターンね、うん、逆に、はいはいはい、あるね、なるほど、じゃあ加藤さん、はい、まあ、今回この世の中いろんな商売があるものだって言ってるんで、やっぱり両津がこれに食いつくんじゃないか、なるほど、かるそっちか、なるほど、はい、でイージョーダー、わずか1日で映画ができるなんてって言ってるんで、はいはい、それをやっぱり両津ははしょりたいわけですよ、うんうん、できるだけ楽して、うん、できるだけお金儲けたいっていうことで、うん、あのすでにある映画の顔だけ入れ替えて編集した今でいうディープフェイクを先取りに作ってしまうという、先取りしてあるよね、亮さん先取りしてる説っていうのがよくあるんで、今回もそのパターンじゃないかなと、未来予言シリーズだな、あーなるほど、なるほど、っていう、は
はい、じゃあ原宿さん。僕はもうこのイージーオーダーのビデオ映画便利ですね、うん、わずか1日で映画ができるなんてっていう中川が最後映画館で上映、うん、これもここもわしやこれ難解な落ちメタ構造入れ子構造の何なんでなんですごい話を書いてたのみたいななんでここも取られるわかんなくなるじゃんどこまでか確かにわかんなくなって終わりあなるほどあでは正解をね、発表したいと思います、はい、なんだろう正解は、そして後日、うん、先日の西部映画今日できる日だろう、うん、りょうちゃんが撮りに行ってた、うんうん、このビデオをりょうさんが、撮りに行ったわけですね、してるとしかし一方りょうさんは、うんビデオを受け取るのと同時に、うん、ついでにオゲレツビデオあらららら悶絶相撲の愛あら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 やばエッチ悶絶相撲の愛、ね、エッチなポルノって何なんだ爽やかポルノで、うん、帰ってきましたと、うん、代金払ってきました、うん、早速書にもあら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 ちょっとやばいよこれ今言わせてやるんだそしてわしら大人はこのようなものと思ったらあれあらあらあら西部劇のビデオがこっちにあるじゃないかということで、うん、当然大変なことになってしまった上映会、はい、部長はどうするかというと両方やったーこれかこれかここなんで、はい、実はこの時にちゃんといいの珍しいここかすごいね、駒の収まりがすごいね美しいですよねということで正解は両津のバカはどこにおるここで来たか実はこれがおそらく初めて両津のバカです最初はもう二丁拳銃だけで最初が普通かっていうと別に普通ではない夏墓村みたいなあ確かにいやーいやこれ当てれたな結構まっすぐでしたねそうなんですよ、まあ、そうかそれでよかったのかでも西部劇の設定とか丸々全部振りなんだってそうね関係ないんだねすごいねすごいすごいわそうこれ前半ほとんど西部劇をただやってるだけなんで書きたかっただけなんで拳銃描きたかったのかな、うん、そうかもしれないなんか西部劇の漫画とか描いてるもんね読み切りでそうそうこんな保安官みたいなやつはい、はいうんそれでは第3問に行きたいと思います、はい、第3問はおそ松くんカード巻きおそ松という話なんですが実はりょうさん絵心がありまして特に昔読んでた漫画の絵とかすごく 確かにね、 すごくね模写がうまいんですよ、ねはいはいはい、そうそうそうでおそ松くんもうこの当時で懐かしの漫画なわけなんですけど、うん、おそ松くんをもう正確に模写するすごいうまいねなんかそうそうそうしかも6兄弟を描き分けられるすげー、はい、あんのそれ当時なんですけども、うん、こういうね豆知識とかも、ね、話したりしていて、ね、でおそ松くんファンとしては一人一人声優を選んでほしいなんていうねちょっと未来を予見するかのようなツイッター好きですよみんなこともあったりするんですけれども、はい、でそんな噂を聞きつけて、うん金持ちがやってまいります、うん、中川の友達の金持ちなんですけども、うん、彼はおそ松くんマニアそんなやついるんだすごいいいな金持ちではい、でその彼が、うん、自慢の愛車に、うん、おそ松くんの顔を描きまくって板車にしてほしい板車だそれ、まあ、当時板車って言葉は多分なかったんじゃないかなと思うんですけれども1個1万円でえおおすごい300万円最低300これは太いですいくらでも描いていいよいうふうな依頼を受けまして、はいで、りょうさんもあどんどん描きまくるすごいなんかちゃんと上にロゴ入れてそうなんだ、ね、丁寧だねさて、この話のオチはどうなっているでしょう。おそ松くん書いてお金もらえるはず。お金もらえると、うん、なんだこれどうなるんだろう。少しは休んだ方がいいですよと。そう、心配されてますね。レイクもサンドイッチ持ってきてるね、うん、本当だ。この後仕事を一切せずに不眠不休でずっとね仕事をし続けるわけです、こっちのね、うんうん、はい、じゃあ加藤さん。あ、僕から、うん、はい、まあ、結局ね、もう少し休んだ方がいいですよと、うんうん、ちょっとずつおかしくなっちゃうんですね、両津が。で、全員同じ顔に見えてしまって、あの部長と犯罪者を間違えて捕まえてしまう、うん、なるほど。全員がもうみんなおそ松さんの顔に見えちゃう、見分けがつかなくなっちゃう、分かんなくなっちゃう。
なるほど、なるほどね。ありそう、ありそう、はい、これ僕も大体同じです、はい、もう同じ顔を見すぎて狂っちゃう。まあ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 ちょっと広いな、なんか意味が僕の狂い方も加藤さんと同じで、うん、みんな同じ顔に見えちゃうっていう方法かなっていう、うんうんうん、なるほどな。これはですね、やっぱなんか何個書いてもいいっていうのがキーだと思うんで、うん、だからがめついんでもう米粒写経みたいにこうめちゃくちゃ細かく書いて、うん、はいはいはい、2000万くらい儲けるんですけど、はいはい、なんか全部あのカラマツだった、あのチョロマツを書いてくれてるけどカラマツだったみたいなことなんか言われて返金することになるけど、その頃にはもうパーッと使い込んでいたため大借金を負うことになりました。うわー、なんかありそうだね。確かにね、めちゃくちゃ書きそうではある。まあね、うん、なるほど、細かく書いてる。細かく、うん、確かに。じゃあ原宿さん。いや僕はやっぱね、りょうさん完成したら車に乗りたくなるんじゃないのかなと。なるほど、もう地主に返す前に、うん、自分でこうドライブやって言ってこう、うん、ブーンってこう高速を飛ばし始める、うんうんうん、でこの後にこうブーンってお粗末カーで気分よく飛ばして街のみんなもキャーお粗末カーよみたいな盛り上がってる中で、うんうん、このお粗末カーの隣にブーンと、うん、ハイスピードで誰かがこう並んでくる。え、あれ何、うん、上地雄介の車だ。いっぱい名前書いてるやつ、書きすぎてるやつっていうオチ。あ、時代がえまだ全然前なの。ちょっと芸能ネタも織り込んでくるその未来予測。これで終わんの、このこれで終わりです。上地雄介だ、落ちてない落ちちゃないね。確かに、はい、ということで、はい、じゃあ、はい、正解をね発表してみたいと思います。なんだろう、わー、すげえ、ほら、すごいじゃん、めっちゃ書いてる、すげえ、完成します。3333万、やべえ、書いてまして、わー、お粗末の全部わー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 、あと室内もびっしりだったり、あとボンネットの内側のコードにも書いたりしてます。すごいこだわってんね。ここまでは俺合ってるよ、ここまでは正解を書いてる。で表情も一つ一つ違うこだわりぶりなんですけれども、素晴らしい、お金をもらって、なんで人の方は見えてない、競馬で回して増やそうとするものの、おそ松くんを見すぎて、すべてお粗末くんに見えない。そう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 、すごいすごい、そう、そしてそれは翌日になっても治らず、中川が今になってしまう。どういうこと、めっちゃ怖い、どういうこと、すごい。ということで正解は、目が疲れて全員が被る。あー、なるほど。え、でも3000万もらえたと思う。これ3000万もらえます。すごい、じゃあいいじゃん、いいじゃん、別にいいけど、あの馬がお粗末に見えたせいで使い果たした。あ、もう全部これ負けちゃう。そういうの、それじゃなくても普通に負けるでしょ。途中までだったね。いやー、ちょっとなー。そうね、途中までだったね。途中までだな、見えるまではね。じゃあ 0.5 上げようかな。あ、やった、 0.5、0.5 上げましょう。あ、そっか、中川が六つ子になる。何、中川が六つ子になるって。オチ、重なってるとこ気持ち悪いんだよな。壊れみたいな。すごい、すごいね、すごいね、コピー機かなんか。はい、では第4問いきましょう、はい、リボーン祭の回という話なんです。リボーン祭、はい、部長から預かった盆栽、はい、こちらをね、あの旅行中の部長から両津が預かっているという1コマ目、うんうん、怖いね。さあ、この話どうしよう。リボーン祭ってもう、もう名前が、何が起きるかは分かる、何が起きるかは分かる。でもうこれ実はもうあのサービスです。実はこの話、あの両津のバカはどこだです。あ、それ終わるけど、あの部長がどういう感じで入ってくるか、これね、あ、これ当たってれば1ポイントにしましょう、はいはい、このパターンあるよね。部長のなんか入ってき方とか格好とかを当てると、そうですね、格好とかいろいろある、はいはい、それが合ってればもう正解にしましょう、はい、確かに起きることはもう分かってるもん。あ絶対に、はい、うん、ではね、発表してもらおうかな、誰がいいですか、はい、じゃあ行くかな、まあ、じゃあ分かんなかったんですけど、うん、まあまあ、落ち武者になってね、うん、恨みのような、なるほど、なるほど、こういう火の玉いたりとか、あるあるある、落ち武者系、落ち武者系、はいはい、リボーンだし、うんうん、ああ、なるほど、ね、そういうことじゃないかなと、うんうん、なるほど、はい、じゃあ永田さんいいですか、はい、僕はもうこの戦車、ああ、戦車あったね、俺もあるわ、なんかで見た気はして、うん、ただこの回か分かんないけど、やっぱもう気持ちよくね、うん、戦車でバーン抱いて壊してね、キュラ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 ってなるやつ、あれちょっと見たいっす。
確かにね、見せてください、久しぶりに見たいですね、気持ちいい、気持ちいい、なるほど、僕はね、うん、ヒント出てました、え、部長が言ってるところ東北だった、東北ですね、東北なので、こうねぷた祭りみたいな部長の顔がでっかい張り込みみたいになってるやつで来るじゃないかと思いました、東北か、ちょっと楽しんでんじゃん部長もじゃん、確かに唯一見せ場なんで、ね、ゴールというか、そう、僕はねぷただから、なるほどね、東北がヒントだったのか、じゃあ原宿さん、はい、いや僕は結構問題になるぐらいなんで、うん、戦車とかミサイルとかなんかね、わかりやすいね、それ見たことあるやつじゃないんじゃないのかな、あ違う、なんか見たことない、え、こんなのあったのっていうような部長なんじゃないかと、うん、なるほど、なんか静かな水面に部長が立ってて、うんうん、でなんか日本刀をすごいなんかね、こうなんか変なポジションとしてやばいやばい、でなんかあの顔も笑ってるんですよ、怖っ、笑ってて水面になんかスンって立ってはいはい、はい、でもう言い方も涼津くんはいますか、やばいやばい、怖いぞ、もうなんか持ち方もなんかすごいなんかえやばいやばい一歩でも動いたらもうでもこんな感じ下全部水面にどこなんだよ、どこで聞いてんの、涼津の精神世界、それ逆にナギの方ナギの怖いナギの方で来るんじゃない、怖いね、では正解を発表いたしましょう、頼む、うん、はい、で預かった盆栽どうなったか、うん、というとですね、当然枯らします当然ね、はい、すごい顔して1週間で水やりを忘れて枯らします、涼津の顔どういう顔、こうなるこうなりますよね、そりゃね、しかしもしかしたらこの、 あの盆栽、うん、蘇らせることができるんじゃないか、うん、ということで、なんか植物の研究所みたいなところに行って話を聞いたりしまして、うん、こういうあの、生まれ変わった盆栽を発明します、バイオ技術で変な盆栽を作るんですね、すごい、はい、それをリボ盆栽と名付けて、うん、大々的に、ね、発表するんですけども、まずいな、部長に見せてみたところ、普通にめちゃくちゃ怒られて、歩いちゃって、歩いたりとかして、こってり絞られますが、うん、そこで涼さんは逆恨み、あの可愛い部下をいじめるなんてひどいみたいな、逆恨みをして、部長の家に忍び込んで、雑草を植えます。なんやつだ。すごい。うーわー。ありとあらゆる繁殖力の強い雑草をバラバラに庭をめちゃくちゃに、めちゃくちゃ外来種とかもいる、そしたら部長どうなるか、怒るね、あー来た、走行車みたいな、走行車に乗って部長が、部長って書いてある、本当だ、持ってんだ、専用人保有、持ってんだ、乗って、そしてなんだ、りょうつだね、クソ雑草のりょうつはどこだ、すげえ、火炎放射器、うわー、いやいやいや、スナイパーライフルだよ、開発戦車ライフル、北斗の剣みたいな、殺って書いてるよ、文字返しした頭、こんなになっちゃった正解はモヒカンの部長がやってきて、クソ雑草のりょうつはどこだでした、ここまでした、ここまでかよ、ちょっと悲観にして殺ってすごいな、極まってますね、極まってるよ、なんかタトゥー入ってねえ、なんか部族の部族のタトゥーみたいな、なんかそこまで来てたんだ部長、ね、よく部長って分かったの2人、確かにすごい、草を焼き払いそうな格好というところで当てれたんじゃないか、面白い、戦車のパターンも実はね何度かある、まああるよね、はいはい、その後に世紀末の時期が実は来てて、このパターンも何度かやってるんですよ、ね、そうなんだ、トレンドがあるんだ、部長の中のね、そういうお仕置きトレンドみたいな、なるほど、じゃクローゼット開けて今日はまあこれかなってまあこれはそうね、戦車出てませんね、ないねー、ありかー、ね、面白い、やすごいなー、すごいわ、はい、うん、ではね、最終問題に行きたいと思います、うん、最終問題は知ってる人も多いかと思われる名エピソード、きたー、これは有名だよね、おめでとう、はいはいはい、はい、これいいよなー、りょうさんの生まれ故郷の町にはですね、かつて工場がありまして、うん、そこに煙突があったんですが、うん、この煙突というのがお化け煙突と呼ばれてまして、うん、見る角度によって煙突が重なって、はい、4本だったり3本だったりというのがね、うん、見え方が変わるんですね、うんうんうん、そんな頃のお話として、佐伯先生という、はい、教育実習生の先生が入ってきまして、はい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 、で最初は亮さんと悪ガキコンビが
いたずらしてね泣かせちゃったりとかしたんですけども、うんうん、すごい真面目でいい先生だったんで、うん、なんかあの先生にいたずらするのは違うんじゃないかってなって、うん、結構いい感じに、うんうん、絆をね育むんです、ね、うんはい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 、しかし、まあ、大学に戻ることになっちゃいました、うん、3週間、うん、3週間の、まあ、友情だったわけなんです、まあ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 、で辞めちゃうっていうことで、うん、最後に、はい、先生ごめんねありがとうってことを伝えたいと、はい、りょうさんがもう、うん、当時の子供のりょうさんが企画して、うんはい、煙突に登って、うんはいはいね、車両の窓から見える煙突にメッセージを吊るそうっていうのをやるんですよ、うん、ただ間違って、うん、線路から見えない方の煙突に登っちゃったりとか、うんうん、あーはいはいはいあするんだけど忍者セットみたいなやつで隣の煙突に渡ったりして危なめちゃくちゃ危ないとんでもないガキンチョだなこれでどうにかねありがとうっていうのをトンチンカンの3人組で、はい、そうメッセージを送って話あの子たちったらという、うん、感動的なエピソードが素晴らしいそしてその後、うん、ねお化け煙突が取らされて、うん、思い出ごと、うんまあ、亡くなってしまったよという話なんですね、うんうんはい、この話のあれなんだこれで終わりじゃないのどうなっているんでしょうという、うん、いい話で終わったんじゃないの、うん、おやこの後なんかあったなんかあったっけこれ結構難しいので当てれたらもう3ポイントあげましょう。うわうん、この後に落ちが。はい、うん。皆さん書けましたでしょうか。はい、じゃあ誰が行こうかな。じゃあ加藤さん。僕、うん、から行きます。はい、ちょっとねこれ以降何があったか全然覚えてないんですけど、うん、お化け煙突が立て壊されてたじゃないですか。うん、でこれもまあどれぐらいですかね小学校5年生とか、はいはいはい、それぐらいの頃なん で、ね、これからまあ現代までも話が戻って、うん、そういえばお化け煙突のとこってどうなってたっけと思って、うんうん、パン吉が久々に両津が見に行ったらですね、うん、中川エネルギーやだな開発されていてしっかり同時に見ていた先生も来てね浅木先生になってるというここなんかそうなんだなんかやだねっていう、うん、いいんだけどいいんだけどクリーンエネルギーなんだけどなんか思い出としてはちょっとやだねっていう話ね、はい、永田さんいきます、はい、僕もだからこれ過去を回想してるんで、うんそうね、一回現代戻ると思う、うんうん、だからもうやっぱりょうさんがこう、うん、その空を見てる何これ誰これこれこれ何これりょうさんなんかしゃくれてるのかなりょうさんがこうその河原とかねそうなんかこれをさこれ川川川川お化け煙突があったらへんとか河原とからへんのなんかこうあーそのしゃくれてるかそれっていうのでもうそういう余計なことしないのいい話余韻だけあ余韻だけねアフロ寿司みたいな騙してるじゃあアルファはいやっぱお化け煙突が壊れちゃうってことは、うん、お化け煙突にもありがとうって言わなきゃいけないと思うんですよね、うん、あの時手伝ってくれたそうなんでお化け煙突の対面にあるお化けイオンにイオンめっちゃあるじゃんありがとうっていつもえたま何個いくか分かんないたまに重なって分かんなくなるって無駄だろなんでそんななんであんだよはい、じゃあ原宿さん、俺全然わかんないけどもまあなんかこういういい話をしてたら、うん、やっぱりょうさんも目頭が熱くなって佐伯先生いい人だったみたいなんでこう涙を拭きたいんだけど布を持ってないから、うん、こうふんどしでこうチーンって鼻をかみ始めたらなんやかんやりょうさんのお化け煙突がひらり、うん、バカ野郎なんだなんだレイコ見てるキャーじゃねーなんでふんどししてるこの時に心配のお化け煙突はいいですよ言わない北川が突っ込まないすごい意味変わってるいや なんかあったこれあったオチというか別に綺麗な話で終わりだった気がするんだけど、ね、ではねこのオチ発表しましょう、はい、正解はこちらですはい、という話をりょうさんはね、そうだよね、実験しながらしてたわけですよ、はいはいはい、本当にお化けのようにスッと消えてなくなっちまったよ、うん、あの煙突、うん、下町っ子にはこの煙突は思い出だらけだよ、うんうん、まあ言ってたとそしたら部長がやってきて、うんはい、柑橘君初恋物語あらいい、ね、じっくりと拝聴させていただいたよ、うん、あ、部長、うん、で、次オチです、うん、あ、何いっそお前もお化け煙突みたいにスッと消えてくれるとわしも助かるんだがね手厳しいお前参ったなえぇ、ー、なんだそれ
厳しいでした。手厳しい。いい話だった。こういうこれは別にね、中川にさ、いい話下町とかそう知らないからこう教えてあげてさ、落語家みたいに言うことしてこっからなんか始まるんじゃない、ちょっと嫌なやつだね。やだ、これはいい話じゃん、ね、普通に。そっか、ということでこれは該当者なしかな。手厳しい、手厳しい。あ、見て、え、ほら、あ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 、ほら、あれ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 、斎藤一番手厳しい男が、あれ、あれ、じゃあこれは半分の1.5ポイントかな。確かに、構図がちょっと一緒だな、すごい。確かに、上見てね。確かにね。はい、ということで全5問ね、難しかった、終了したんですけれども、得点は加藤さんとアルファさんが 0.5 ポイント、はい、そして永田さんが1ポイント、うん、そして原宿さんが 1.5 ポイント、嘘だ、優勝甘すぎやしねえかい。落ち亀落ちクイズ、優勝は原宿さん。まあ、こういう曲乗りもね、ダブルピースにしておきましょう。おしまい、終わり、終わり、やったー。こち亀、まだまだお話いっぱいあるんでね、面白いですね、面白いな、見たくなったな。結構上を行かれますね、予想の。すごいわ、すごいわ、やっぱり。なんか黄金パターンが確立してるから予測できるかなと思って、なんか予測しながら読んだんですけど全然当たんない。あー、素晴らしい。意外とね、当てれないかも。予測しながら読んでた。ね、すごいな、ということでね、こち亀はまだまだ続いているというか、たまに復活形態で、まだまだ涼さんの活躍楽しみにしておりますということで、皆さんもこち亀ぜひ読んでください、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとう、ありがとう。何がある、何がある、障子の向こうに何がある、何がある、何がある、障子の向こうに何がある。おもころチャンネル、次回もお楽しみに。